さて、僕が今日話すのは1955年に起きた松山事件ってやつ。この事件、日本でもかなり不気味で、今でも未解決なんだ。1955年のこと、ある夜、松山市にある一軒家で家族がひどい目に遭ったんだ。一家四人が何者かによって惨殺された。でも、めちゃくちゃ怖いのが現場に一切の争った形跡がなかったこと。つまり、家族は抵抗する意図もなく、闇に葬られたってこと。警察が駆けつけると、家の中は神経を逆なでするような静寂が包んでいた。しかも、家の外側には足跡一つなく、犯人がどうやって侵入したのかすらわからなかったんだ。当時、この事件は新聞やテレビで大きく取り上げられた。でも、問題はその後だ。捜査が進むにつれ、事件に関する怪奇現象が報告され始めたんだよ。事件を調べていた刑事や関係者が不可解な事故にあったり、自宅で奇妙な物音を聞いたり、特に、事件の捜査を担当していた主任刑事が、ある夜、自宅でうなされていると、目を開けると事件の被害者が部屋の隅に立っているのを見たんだって。でも、点検すると誰もいなかった。その刑事は精神的に参ってしまい、その後、事件の捜査から手を引いたそうな。さらに恐ろしいのが、この事件が起きた家はその後、どんなに売りに出しても誰も買おうとしなかったんだ。結局、見放されて荒れ果ててしまった。でも、その家の周辺では今でも不可解な物音や幽霊の目撃談が後を絶たないってさ。これだけ時間が経っても、なぜ誰も犯人を捕まえられないのか、犯行の目的は何だったのか、一体全体何が起こったのか、松山事件は今でも謎に包まれたままなんだ。そして、時折事件のことを調べる人たちが変死を遂げるなど、不吉な伝説が付きまとってるんだよ。怖い話だろ？